ああ、さあさあ、こっち入っといで。いやいやいや、今呼びにやった中年は他ではないね。さあさあ、こっち入っといで、入っといで。いやいや、まだな、この度はな、仕事も世話をしてやろう思て。おきありがとう、助かります。どんな仕事ですか？何でもやらせてもらいますよ。何でもやらせてもらいますよ、ええけど。お前なた、なんでブラ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 してん？いや、わたいね、別にね、ブラ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 しとってしてたわけやまへんね。もう仕事がのうて困ってたんですわ。ええ、何でもやらせてもらいます。あ、そうそう、わたいね、仕事すんのはよろしいねんけどね。これだけちょっと言うたかが、わたいね、仕事しますとね、病気が出るんです。病気が出るって、どういうこっちゃねん。あ、わたいね、ぼーっとしてましたろ。仕事しますとね、うとうとなってもうてね、眠とうなってくるんです。眠とうなるって。どういうこっちゃね、のっけからやったんが、あんた町内の呼ばんでんがな、友達のいっちゃんがね、風邪ひきおりまして、あっさん代わりにやってくれへんかっちゅうて、代わりに番小屋に座ってましたんや。あんた番小屋に座ってみなはれ、寂しいもんですぜ。喋る相手も誰もいてまへんやろ。ほなわたいね、うと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 なってもうてね、夢を見たんですわ。ちょっと待ちいな、うと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 って夢見たんやったらしっかり寝てんじゃないかい。どんな夢見てん？これがあんた笑いますぜ。何がおかしいねん。売れ方もう火事の夢だ。火事、そう、ボーボー燃えてまんねやから、普通の火事は思えんで、もう町内が丸焼けになるっちゅう火事だ。あ、そうそう、ジンベハン、あんたもうちょうどこんがり。おかしなこと言いなら、おお、わたいもね、これえらいことや思たさかいね、思わず大きな声で、火事やー、火事ですよって叫んだ。自分の声で目が覚めまして、えらいこと言うてんな。そう、えらいこと言うてしもうた。え、わたいも寝起きでしたろ。夢かうつつかわからしまへんがな、もう番小屋からバー飛び出していってね、ご町内の皆様、火事ですよ、火事やー言うて町内一回り回って、番小屋へ戻ってきた時にははっきりと目が覚めてまして、遅いがな。そう、遅い。もう町内大騒ぎさ。年寄り連中が出てきましてね、えらいこってんな、火事どこが燃えてまんねやろな言うて笑いましたろ。笑われへんがな。ほら、またえらいことなってもうてんな。そう、ほんでね、わたいしゃあないからもう一回り町内回りまして、ほう、どない言うて、ご町内の皆様、ただいまの火事は延期になりましたよ、よろしくどうぞちゅうてね。お前そんなこと言うて回ったんかいな。ほんでね、わたいのね、言われましてんや、もうお前には町内の安全は任せておけんぞ言われて、でまあ4番はやめましてん。違う、それやめましてんやのって、やめさせられたんやな。まあそうとも言いますけどね、またブラブラしてたらね、今度は植木屋の親方が、発案ブラブラしてんねやったらうち手伝いに来いや言うて声かけてくれまして。そこや、お前は不思議な男やな、こう人が放っておけんというところがある。それあんたも人徳でんがな。自分で言いないな、そんなこと。ほんでいたんかい。植木屋の親方の仕事の手伝い言うてもね、植木屋の親方がはしご登ってこう仕事してたら、そのはしごの足をこう押さえたりする程度のことですわ。おう、それやったら簡単なこっちゃ。簡単なこと、あんた知らんさかい、そんなこと言いなはる。また何かやったんかい。また何かやったんかい。でこれがまたもう笑いますよ。何がおかしいね。いや、わたいね、こうやってはしごを押さえてましたらね、またうとうとなってもうて夢を見たんですわ。また夢見た。また火事の夢かい。いやいや、そない同じ夢ばっかり見ばっかりな。今度はね、荷車引いてる夢。荷車、そらまた決体な夢やな。何言うてありまんねん。こうはしごを押さえる手と荷車引く手とこう格好がよう似てましたろ。おう、そう言われたらそう似てる、似てるけどな。おう、わたいがね、こう荷車引いてましたら、向こうからヤギが走ってきまんねん。え、何が走ってきたって？向こうからヤギがめーめー言うて走ってきまんねやがな。わたいこのまままっすぐ行ったらぶつかりますかいね。ヤギどいてえな、ヤギどいてえな、ヤギどきまへんがな、めーめー、あかん言うてんのにぶつかるがな、危ないがな、シャーギャードボーン。どなしてん？いやー、わたいこれ荷車や思てましたらはしごでんがな、
ピューって掘ったまんやさかい。上の親方、びっくりしたんちゃう？そらびっくりするわな。どないしてんで、親方ね、横に天水桶がありましてね、そこから頭ザブーンはばって、手にもう鯉を抱えて、もう上がってきて、パークパークパーク、鯉がやってまんねん。笑いな。笑われへんがな。そんなことがあったんかいな。今度の仕事はどんな仕事ですか？わーわー言っております。コロナに負けるな。夢八出だしの部分でした。ありがとうございました。